って言っただけだもん。分かるね。オープンの気分が違う。気分が大事なの。違う。狭間も大人になったよ。そうだね。イエイっていきなりいかないもんね。イエイっていきなり行かないもんね。どこが音だよ。どうしてさ、カバンマってたの、そういう人生が。いや、ねだから、はい、大人になってないってことなんだよ。レブラやめとくか、危ないから。やっぱバカだな、あれは。なんで行っちゃうんですかな、ね、前上がっちゃうの。同じ D1 選手として、谷内さん、あれはどういう状態なんでしょう。ありえるんですか。あれですね、はい、D1 選手というよりも、はい、僕は風間君飛ばしたんで、かわいそう。またバイトの日々が始まるね。